まあでも特にないですね。まあでもやっぱりジュビロ磐田っていうクラブでそうやってキャプテンマーク巻いて試合に出てるとかっていうのは、まあなんか嬉しいことだなっていうふうには思ったりするんですけど、でこのクラブで勝つために責任あるプレーをしないといけないなっていうふうには思ったりはします。あーでも今やっぱパッと浮かんだのは大宮ですかね。大宮戦ですごいいい内容のゲームをして、その試合で出た反省とかを踏まえて、まあ例えば守備のスタートはこの辺からやろうとか、例えばこういう風に取った後のボールっていうのを大事に早い準備をしてプレーしようとか、まあ、いろんなことをやってたのが全部出せたゲームだなってすごい思ってて、ただやっぱり最後のその決定機ってところを決めきれなくて、最後のワンチャンスでやられてしまって、あまあなんかあの試合って本当にもう年になんか数回あるぐらいのとても悔しい試合みたいな感じで、その辺の試合のやっぱり負けとか試合内容とかっていうのはすごい無駄じゃなかったなっていうのは今すごい思います。そのチームで求めることっていうのを全員がしっかり意識してチームのレベルを上げるっていうこともそうですけども、やっぱり個人がより成長する試合を反省を踏まえて個人が成長していくことでチームに還元されることもあるので、まあ、その両軸で動いていかないといけないなっていうのは思うんですけど、やっぱりそのやっぱり意識の高さっていうものはその練習から通して絶対に大事で、そういうものがこれからまあ夏場とかになってより暑くなってきて、まあ、よりきつくなるのは間違いないので、すごい問われてくるんじゃないかなっていうのを思いますね。そのためにはやっぱりその18人だけが準備するんじゃなくて、やっぱりこのチームは今誰が出てもしっかり戦えるチームにはなってきているので、それをやっぱりチームとして忘れずに毎試合毎試合戦う準備をしていくっていうのはすごい大事かなと思います。今の戦い方ここまで終わって、まあ、全然満足している選手っていうのは多分いなくて、それでも着実に力をつけてきて、やっぱりチームとしてやれることも増えてきて、みんな成長を感じているところはすごいあるので、たくましくなって、一試合一試合戦って、皆さんに勝利を届けられるように頑張っていきたいなと思います。